ポンちゃん人形と並んでいます。ポンちゃん。さあ、人間も朝ごはん食べたいと。ヤン君とポンちゃんが。さて、仕事がちょっと隙間が空いたので、まあ、次の仕事も来るんですけれども、今日は作業がないのでまたお勉強です。まずは見るだけのお勉強しようかな。この動画はちょっと待ってね、プチモンキーレンチさんになります。今画面に出ているような動きチャラーン、光ったか分かんないか。はい、ジェラート届きました。これはおしゃれなジェラート、千葉県野田市の生乳王って、これさっき沖縄って言わなかった？あれ沖縄って書いてあったよ。千葉県だね。あれ、うん、千葉の農協。あ、わかった。か、お？あ、果物がってことかな。はい、このような内容になっております。さあ、じゃあオープン。なんか箱もかわいいね、うん、あれ、はい、箱では何かわからないけど、落花生、小松菜、黒酢米、枝豆、ミルク、いちごミルクというラインナップです。面白い。はい、ちょっと枝豆だって。枝豆の中緑色なのかな。ほら、あ、豆も入ってる。入ってる。面白い。はい、じゃあ落花生も開けていい、うん、ちょっとだけ。あ、おいしそう。ほんまや、千葉は落花生よね。すごいね、これいただきました。どうもありがとうございます。そしてもうここに置いとくと溶けるので、早急に冷凍庫の方へお持ちします。はい、このようなものでした。シェフの七姫、おかぶちゃん、みんなキャラクターがいるんだ。騒いでいたら出てきたよ。あら、キャンク見て、ジェラート来たんだよ、ほら。ヤン君はどれがいい？いちご？いちごミルク？それがいいな？いらない？ヤン君にはいらないな？なんかね、お野菜のジェラートだよ。美味しそうだよ。はい、ジャン君、パンちゃん。動いてなければいいんだね、君たちとかでもね。動いてなければいいんだ。ちゃんくん、ポンちゃん。ん？また今日も生配信やるよ。うん、で猫かな。
な風に映ってるよ。ジャン君、ポンちゃん、そろそろお休みの時間です。明日ちょっと涼しいらしいよ。ポンちゃん、向こうの部屋の窓際が気持ちいいかもね。さあ、じゃあ寝ます。おやすみ。